雷くればアザーイ。マジで AJ ユナイテッド週刊 FP ガチャ。さあ待望なんですよ。本当に前々から言ってたのがついに来て、アザーンの FP が来てたんですよね。いや、これはマジで欲しい。え、そう思ってたら多分96、7ぐらいまで上がるんじゃないかと。えぐいなぁ。ただちょっとチェルシーのユニフォームが使えないということで、なんかちょっとここが寂しいところはありますが、スピードも上がってるし瞬発も上がってるしね。いやー、ここ引きてぇなぁ。一人浮く、本当にもうベタ塗りみたいな。いや、せめてさ、なんかちょっと使えないまでもちょっとね。さあ、そしてフラメンゴとあと J リーグの週刊 FP 来てるんで、まずは J リーグの FP ガチャから引いていきたいと思います。いや、長谷川達也欲しい。めっちゃ好きなんですよ、高校から好きで、もうテクニシャンすぎるんですよ、マジでえぐい。確かにドリブルすごい上がってるよ、しかもここで。よし、引いていきたいと思います。俺このために枠ちゃんと10個か10個か開けてきたからね。そうじゃ、開けなきゃいけないじゃん。そう、あ、いきなりドンしちゃった。ね、続きの話だけど、どうなんだね、能力どうなんだ、どうなんだろうって別にダジャレじゃないんですけど、あの、失礼しました。面白いです。え、ちょっと待って、どうなのにジャンプやばいんだけど。やばい、すごい、これ岡崎選手張りのジャンプ持ってるわ、ね、うわ、どうなんだろう。だけどマックスにしたらヘディング90。面白いです。何が、いや、なんかどうなんだろうって。あーあああ今すごいいい感じの。何が面白いです。何が、胴以外頼むぞ、胴以外。胴以外金欲しいよね、普通に。銀だわ。おお、まあまあ胴じゃないからね。瞬発80、あー、まだ全然早いな、すげえ。しかもまたダブルダッシュだ、シューラコントロールあるからな。最後金引いてね、綺麗に終わりたいと思います、はい。お、新藤選手、札幌の選手すごい俺集まっていくんだけど。確かに。さあ、そして続いてフラメンゴね、クラブセレクションいきましょう。フラメンゴな、俺ずっとユニフォームこれ使ってたわ。これね、俺のソックス持ってる色と同じなんですよ。確かに似てる。ただあんたのソックス、なんか犬みたいな足跡ついてたよな。おい、それがメーカーなんだよ。いいだろうが、犬ついたって。91だって。え、ボールコントロールすげえ。で、ドリブル85、ジエゴはね、通常版持ってるんだよね。すごいいいなと思った選手が、あれ、この選手じゃないかな。この選手も強かった。で、22歳でフィジカルコンタクト86までいくんだよね。ジャンプがかなり上がって、ジエゴも狙いでいきたいと思います。チップってキャプテンシーとかついてんのかな。フェルナンド・ウリベ選手、30歳。フラメンゴって、あれ、ジーコってフラメンゴだっけ。元2回目。はい、キーン、やばい。あー、まあ、かぶってないからな。グスタボ・クエジャル選手、いや、黒欲しいよ、ちょっと能力はジエゴ欲しいな。うーん、そうだな。最後ジエゴビックしてね、綺麗に。はい、で、ここでアザール・ミキの弾みをつけたい、うん、お、ああ、ずれた。よしよしよし、来るぞ。そしてキーパーキーパーか、ジエゴ、まあ、ジエゴなんだけどな。よかったね、キーパーもう20人ぐらいいたな、これ。だけど FP だからっていう理由で一応全部取っちゃってるんだよな。そうだね。ただもうね、本当にパンパンなんだよね。うん、樹海さんね。俺がじゃねえ、あのボックスね。ああ、さあ、そしてエデン、マジエデンの戦士。エデンの戦士じゃねえ。アーノルド、アーノルド欲しいな。いや、いいな、多分来週も来んだろうな、ね、ここ狙ってきたと思います、はい。で、今回多分雷がおそらくアザールだけなんでね、雷来たらもう多分、雷来ればアザール。マジで
これ来たら勝利だな。そんな簡単にはね。いや黒、あ、ちょ、金でもいいかな。頼むぞ。ちょ、ジュビロかと思うよね、このユニフォーム。そうだね、めちゃ似てんじゃん。で、スティーブン・デイビス。はいはいはい、まあ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 、うわ、アザール、あ、スタミナか、スタミナが高いんだね。いや、確かにアザールにしか目いかなくなっちゃうよな、これ見ちゃうと。惜しいわ。黒来たらアザール、金来たらアーノルド、左サイドで使えて、やべえ。お、黒、いや、普通の黒か。アンドロス・タウンゼント選手ね。はい、じゃ能力見ていきましょう。もうザ・ベタヌルインされたという選手の一人ですね。で、スピードタイプか、瞬発89ね。さあ来るか。髪が来たら感電するけど大丈夫だ、汗かいてるんだったら。やばいな、ちょっと拭いた方がいいか。やばいぞマジで。あ、ごめん、やっちゃった。アーノルド、アーノルド、たぶん、うわ、こねえか。うわ、今回ちょっとやっちゃったな、これ。やばい、なんか久しぶりになんか、うん、何もなかった、ね、もう何もない。さあ、ということでマジでもう A さんに託しますわ。アザール、アーノルド、長谷川選手ね、それ全部使って樹海さんに見せつけますわ。ということで、はい、この動画以上はチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。